なかなか力持ちね。原料炊くまでもないやつは人力でグラップルで掴めるとこまで持ってきて、これで全部、うん、名付けてバハンならぬバタハン。親父ギャグ。こういう景気やったらね、気づってこれるから、ほんまは飛びでこうやったりするけど、このレベルやったら抱えて全然、うん、楽勝やから。怪我せんようにね。お待ちします。クラッシャー正解だな。ちょっと遅いな。エンジンをかけようと回していたら勢い余ってここを割ってしまいました。ただのチューブやけど、もう古くて硬化しとるから使ってもう折れたよね。順調に作業進んでたけど、部品代なんと、はい、30円です。よかった。何か理解してなかったんやけど、この燃料がどれぐらい入ってるか目視できるっていうのが、ね、うん、理解できたし、こんな柔らかいチューブやけど、ガラスやと思ったもん最初。そうそうそう、こう冬になるとこんな硬化するし、中も透明度も全然飴色みたいな。うまいね。うん、だから、まあ、こういう割れる前に交換やね。基本はね。どちらへ？山ももちろん大事やけど、我が家の一大プロジェクト、大事な日なんで。確認申請出したのの簡単バージョンですけど、平面とかとりあえず瓦で、これは波板の、ガルバリウム鋼板にしています。でこれは後で置くとか、例えばスイカのやつを組んで置くとかで、断熱ちょっと焼きすぎるのをするとかみたいなことを考えたらどうかなと思ってます。でこれが4寸5分で、これはもう3寸で、であとこれはもうポリカーボネートで、簡単なやつで模型が作れるわけですね。軸組み模型ですか。軸組みの、軸組み模型はこれでも作れることはないわけですけど、まあまあちょっとイメージしてみてください。でそれで分からんかったら、教えますので、はい。最後、気合い入れて。ああ、惜しい。厳しい世の中です。そうやね。
無事に久しぶりのダンプ。今日は出荷の日です。はい、売ります。はい、の丸太の皆さんお金になってもらいます。家作りの試験になればいいけどね。うん、これなるさ。仕上げてない丸太をドバで一人増材しながら、一人はひたすら木材共犯所に走る。対向車が来ないかドキドキやね。今日も安全にね。いっぱい溜まってたら直接距離によっては直接搬入した方がいい。そうね、元山町は市場もチップ会社も結構遠距離にあって、遠距離っていうのは近い、結構近い、30分で行けるからね。うん、もうない、大体どっからでもドバで仕分けして直接持っていく人が結構多いね。あ、そうなんや。それによって、まあ、売り上げをちょっとでも見たことあったら一人で任すんやけど、まあ、初回なので二人でドライブ。初めての場所緊張するもん。そうね。はい、というわけで束の間のドライブを楽しみましょう。仕事の合間に家のこともね。